はい、どうもどうも、こじまです。前回からこちらのゲーム、すみっこ暮らし、ここトコなんです、始めたんですけども、今日からね、バリバリ進めていこうかと思いますので、よろしくお願いします。まずやるといったら、この秘境出発ですね。とりあえず行ってきますね。何かあったらね、動画にしたいかな。では探検行ってきます。へいへい、みんなメガネを持って調べてきますね。行ってきます。で、タピオカが先導を来てくれます。よろしくお願いします。では行くぞー。あー、こんな感じでね、みんなで歩いていきます。あ、ゴールまであと半分なんだね。で、それぞれね、勝手にねこんな感じで探してくれるんですよね。なので基本放置で大丈夫ですメガネ組が多いので、食べ物組も増やそう。食べ物拾ってきてくれるんですよ。ちょ遅れてますね。で、遅れてる場合はこんな感じでね、タピオカのところまで連れて行ってあげる必要があると。これをちょこちょこ繰り返すだけでございますので、そこまでね、やることは多くないかな。なのでカットを多めにしていくかと思いますので、よろしくお願いします。はい、ゴールしたっぽいね。何これ、かわいい缶詰、なんだろうこれ、えらいかわいいね。わーわー、着きました。秘境、秘境だからなんかあるんかな。これ遺跡かな。あ、イベントだ。え、なんだこれ、かわいいけど、民族初めて見た、かわいい、パンツ履いとるやん。タピオカって書いてある缶の上に乗ってますけど、はじめまして、ストローですかそれストロー持ってますね。で、パイナップル隣、猫ちゃん食べたそうに見てるけど大丈夫かな。え、お、話してます。さすがリーダー白熊。うん、で、どうなる。おおお、なんか後ろで猫ちゃんも話してるね。あれ食べちゃダメだよって言われてんのかな。秘境の一番奥はすみっこたちが喜ぶ場所になっているみたいですね。はい、すみっこたちの可愛い姿をもう一度見たくなった時は思い出劇場、いつものやつですね。お、疲れてますねみんな疲れていますね。探検の記録、トカゲのふかふか猫の着ぐるみ。まあ、その前にさ、なんか帽子落ちとるね。これ誰のトカちゃんが、トカちゃんがみんなが、みんなダウンしております。あ、タピオカこんにちは。うお、みんなここで休んでんだ。ではなでなでしてみんな元気になってもらいましょう。お、すげえ倒れとる、ここも。よし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 、はい。あ、早っ、元気になるの早いな。じゃあなでてくるね、みんなを。先ほどトカゲの洋服ゲットしたので早速着せ替えてみましょう。へい、え、猫ってそれ、猫になりきりトカゲ。あ、うちの猫ちゃんじゃないだ。どうのお金。あ、なんかお金ゲットしたらさ、新しいのもらえたよね。お賽銭箱ってところ行って、ここにね入れます。お供え中行きます。へい、洋服着てるのが2人だからさ、新しい服欲しいよね。さあ、住神様登場。はい、持っていく。で、食べ物、洋服、あ、ペンギンととんかつがハテナのプレゼントボックスだね。じゃあ、ちょっととんかつのやつもらってみようかな。なんだろう、何、中にエビフライの尻尾ちゃん。なんか白くん倒れてるんですけど、どうしたのえ、胡椒入れ。はあ、何だったんだ胡椒入れ。これまだ集めとかに入れられるんじゃない。おお、来た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 、またプレゼントボックスがあるね。じゃあ次は白熊さん、さっき倒れとったもんね、なんか知らんけどお尻かいかいしてたけど、何だったんだろうねさっきの。次はとんかつがなってる。さあ、どんなプレゼントだい。パーン、カイロだ。これなんかイベントかなんかあるんかな、もしかしてイベント用アイテム、ちょっとわからんけど。では一回戻ってみましょう。なんかするかな、アクションとかするんかな。特には動いてないね、動きがありませんな。
はい、今住神様のお願いをやってるところです。で、まあ、猫ちゃんの洋服買おうかなと思って。買う？いや、お願いするか。お願いします。へー、さあ何が出てくるかな、どんなお洋服かな、田舎ファッションそれか。じゃあ着替えてもらおう。え、田舎ファッションって何それ？それ田舎ファッションなの？はあ、まだまだお金あるのでお賽銭しまくろっか。食べ物ばっかりだな。あ、白熊洋服じゃん。よし、さあどんなお洋服かと思ったら田舎ファッションですね。はじめはなんか出やすいかな。お、ニヤッと。え、まだできるの私お賽銭。できますね。おー、とんかつも田舎ファッションになりましたね。またお願い事を聞いてもらいました。はい、とこれでもう終わりかな。いっぱい使っちゃった。まだできる。これラストかな。で、え、あれ、ボタンスキップ押しちゃったんだけどさ、何があった？お、やべ、スキップせん方がよかった。何があったかわからんかった。今何があったんだい。とりあえず写真撮っとくか。写真撮ったらなんかありそうだしね。はい、なかった。あ、これね、なんかね、なでなでできないんだよね。こうやってやるやん。あ、できたし。さっきできなかったんだよな。できました。なぜさっきできなかったんだい。なんかさっきね、猫ちゃんで巾着っていうやつをゲットしたんですよ。巾着、うん、やってる。これ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 え、急にやり始めたね。あ、なんかソースもらった急にやり始めてびっくりしたわ。なんだ、勝手に使ってくれるんだね。とペンちゃんはね、イヤホンじゃない、ヘッドホンゲットしたんだけど、使ってくれるかな。使ってくれなさそうですね。で、あとやることはね、必強、今 75% ってなってるんですけど、これを 100% にしてほしいということだったんだよね。 100% することによって多分次の秘境に行けるんかもしれませんね。じゃあ行ってくか。はい、なかなかね 100% になりませんですので、またね、次回 100% にしてから動画撮りたいと思います。なかなかね見つからんね。ね、みんなも疲れだしね。今回は休もうか。それではまた次回お会いしましょう。おー、可愛くない？トカちゃんの猫。ほら、こうしちゃおう。では、ならねー。